ちのサンドイッチは基本的に下段を作って、その上に上段をのパンを乗せてってやるんですけど、フルーツサンドだけ別で。別か。ん？そうなんだ。フルーツサンドだけが別なんすよ。なので最初の並べはパンこういう形になります。ああ、そっか。はい。フルーツが上段下段バラバラで離れて作るんで、パンは重ねるのが邪魔なので、フルーツサンドだけはね重ねられないからね。重ねると余計ね、ま、こう膨らみでフルーツ転がって余計めんどくさくなるの。このフルーツの隣は卵サンドを作ろうとしてるんですけど、うん、この動きはサンドイッチのメニューでずっとこいつらは変わらないので、生クリームは後であっちの冷蔵庫持っていくにしてもとりあえずすぐ冷蔵庫に入れてください、泣いてしまうので。チェリーなかったらいいんだけどね、できれば真ん中にあった方が綺麗に見えるので。どうでもで、8等分しておいていきます。こういうふうに玉を置きたい場所に置いて、そのまま手で具を押さえてスライドさせると散らからないので、やってみてください。軽く一杯かなぐらいな感じでいくと大体来るやろ。大体ことね。乗せるときにこの山を山、ケツをケツにするように、天地逆さまにならないように。で、このフルーツサンドだけはこういう下段、上段を上に具を乗せた状態で置くっていう動きになります。で、卵サンド 60g です。どの、寄せるのもそうですけど、基本ですけど、この表示のところを擦らないように、ピンクのところはどうしても取れてしまって、出ちゃうからね。うん。黒い汁になってしまうので、で、真ん中にぷくっと絞ります。60g です。あと、ゴミはすぐゴミ箱に捨てましょう。当たり前ですけど。こういうのも入ったらダメなのですぐ捨てましょう。レタスは中央に2枚こういうふうに重ねて、どうする？右側から切った方がいい？うん、いい。左でいい。逆だよってことでいいじゃん。うん。そしたらこれが切れないってことになるんでしょ？あ、ちょっと引っ張って切れば切れます。大丈夫。私、オードブルの時でもここまで並べるんで。オードブルは右も左も関係ないし。あ、ちょっとこういう薄いやつは真ん中に使ってください。うん、真ん中っていうのはその間ってことね。間のパンにこういうちょっと潰れてしまってるやつとかは、真ん中の間のパンに使うとパンがひっくり返らない。それで、上段を作ります。で、重ねます。で、切ります。はい、はい。ちゃんと包丁タオルで拭いてください。じゃないとここが汚くなります。押さないようにねで、切りづらかったら手前に引いてってください。で、次からはもうフルーツサンドなくなるので、
並べ方としては、まず下段だけパンを並べます。並べるときにこの列が結局基本になるので、この列だけ綺麗にちゃんと並べたら、うん、こっちはあのぐちゃっとしとってもどうせ動かすパンなんで気にしないでいいんで、そういうとこには時間かけないでいいです。適当でいいです。で、こうやって取っていきます。あ、すごい、いっぺんに寄っちゃうんだ。そうだよ、めんどくさい、いちいちやってられっかよ。7、8、全部折ったら、まずこれはあの羽結構弾力がある部位だったみたいで、折った時に折り目のつかないハムはこうやって切っていきます。最初に。なるほど。真ん中は残しておきます、ばらけると面倒なので。それでこの状態でこういうふうに重ねます。なるほどね。で、ここが中心になるように置きます。はい、はい、ね、ひよみさんは左利きなんで、はい、私は左なんで左をこうやって置きますけど、右の人はこっちです、うん。まあ、それぐらい考えたらわかることだと思う。ポテトサラダは真ん中に 30g です。それで同じくレタスを2枚のソースついてるものに関しては、ちょっとお気持ち大きめにレタス切って、ソースが直接パンにつかないように置いてください。他のはそんなにいっぱいレタスしなくても、真ん中にさえあれば大丈夫です。次、上段作ります。夏焼きがここに入るだろうね、きっと。そうだね。あ、でも相方によるか。卵。夏焼き卵と卵サラダサンド。ちょっと切っていきまーす。で、一つポイントで。はい。あと卵1回使うんですけど、こうやって量少なかったらパン広げる前に先に入れてしまっておきましょう。そうすると、あの場所をどこにどれどうしようみたいなのがなくなるので。これも右利きは右下ね、こっちね、うん、それはチキン、はい、これはイタリアンチキンです。はお肉を切るんですけど、うん、肉切るときは半分にこうやって太いお肉を真ん中で、うん、真ん中でパカーンって割るように切ってください。切って置いてくんよ。切りながら置いてくん。まずチキンを切ってすぐポンって置く。なるほどね、はい、その間に入れちゃうんだ。そうです、その方が、安定するんで。そうだね、はい。で、あの葉っぱの向きを逆さにして、その時にちょっとちゃんとずれてくれるので、うん、それでちょうど良くなる。こうあんまり重なってるとみっともないので、少しずつはずれた方が。マジで？はい、うん。切れてないな、これ。めちゃくちゃなっちゃった。実はこのソースが美味しいからこのサンドイッチ売れんだよね。そうなんだよね、万能ソースなんだよね。鶏肉じゃなくてもいいと思ったけど。まあね、エビとかでもいいんだけど。何でもいいんだけど、タルタルソースより美味しいよね、これ。美味しいかなっていう。で、M。パパ2枚です。で、とんかつもそうなんですけど、ソースが
歯につかないように。こういうね、潰れちゃってる歯ね、だいたいこうやって重なってて、うん、一番下こんなになってること多いんだけど、こういうパンは真ん中に薄いな、それ。いや、潰れちゃってんだよ。ちょっとした置くときに、ちょっとしたことでこうなっちゃうの。そうなってしまったものはもうしょうがないんで。中に入れると倒れにくい。倒れにくいし、見栄えもいいし、とんかつは、心持ち、マヨネーズを多めにしてあげると美味しいですよ。今これでサンドイッチ作りが終わりになるので、食材はさっさと片付けます。片付けることによって全面的に袋詰めの場所が取れるので。そうだね、はい、余計なものは片付けてしまいましょう。お、今日は暴れん坊だな まあ、暴れん坊な子が中にいてもファン同士が仲良くこう並んどるんで、今の状態でひっくり返ることは基本的にないんで、まあ怖がらず突き進んでください。そしたら、タオルきれいな面にして、引き手だけビニテをして、袋詰めに入ります。これ、この前あたりから言ってても、だいぶ定着してると思うんですけど、うん、トマトのサンドイッチだけは、すぐに袋に入れたら、セロテープを貼ってトレーに乗せます。ずっと下を向けとくとトマトの汁がパンに染みてすごく汚くなるので。そうね、一手間をかけて利点の方が高ければそっちを取ります。で、先に処理すると。はい、先に処理します。で、セロテープはちゃんとこう貼ってください。こう貼ってる人がたまにいますけど。本当に、うん、そんな見たことない。たまにいるのよ。知らない間にそうなってる人がいるの。上、下、横、横。横の横はあんまり引っ張らない。そうそうそう。プロの人用に言うと、こっちは緩めで、こっちをきつめにすると、立てた時に、ブロンってならない、うん、これはもう慣れた人が知ってるという。で、止め方にどっちか無理に引っ張ってたりとかがあると、サンドイッチ立てれなくなります。結構これで流行っちゃう人が多い。そうだね、うん、なんで両方の引っ張り具合を自分の指で感覚になっちゃうんだけど、分かってくるとひっくり返らなくなる。そうね。だから逆に言うと倒れる時っていうのはまだその改善の余地があるってこと。そうそうそう。なんかセロテープがまあセロテープとの意思疎通がまだなされてない段階にいる。特にね、追加のサンドイッチに関しては今日のパンでやるからもっとひっくり返りやすいんで、そのセロテープでなんとかカバーしないと立たなくなっちゃうので、こうなった時にここ汚れてるでしょ、うん、でここにまた袋詰めのものを置く時に袋がベタベタで汚れるとお客様持った時気持ち悪いので、ちゃんと拭いてください。はい、あと最後に使い終わったやつをこういう風に入れないで袋に戻して入れてください。うん、はい。以上です。はい。はい。いいかな？それであなたもサンドイッチイメージ。これ見ただけであなたもサンドイッチイメージ。サンドイッチになります。はい。はい。完璧です。こうやって重ねていけばいいのね。はい。重
重ねていけば、これであなたの女たちの家。よくわかんない。